こちらファミ通ブースでございます。なんとファミ通ブース前で週刊ファミ通編集長上風長田さんを捕獲しました。こんにちは。こんにちは。あのちゃんとアポとか入れてもらえますか。いやいやいや、まあのノリノリでインタビューに答えてくれてるみたいなんですけど、汗拭きタオルも完備して、はい、今年もまたこの巨大なブース。そう、巨大な、ね、もうグリーンに負けず劣らずですよね、これね。なんと、はい、2コマ、2コマで買えるんだっていう話はありますけど、でもね、イベントやるとこんだけ人入れますからね、余裕はあると。ぶっちゃけすごい憩いのスペースよ。そうですね、疲れた人がみんなしゃがんでると、ああなんかやってんなみたいな、そういう人たちを捕獲してアンケートを取ろうっていう狙いで2コマだ。やろうと思えば10コマ20コマ取れるんだぞと。取れないです、実際の話。大沢さん、なんかお知らせが一つ。そうですよ、はい、明日、まあ、明日今も藤沢さんでやってます。やってます。明日11時から、あのモンハンの辻本さんが来て、おう、プレイヤーボーやるんです。ファミツブス、トライGのプレイアブルを僕らでやっちゃう。ここでやっちゃう。ここでやっちゃう。辻元 P が。そう。明日11時シナハウス。そう。モハントライ。トライ G なんて。トライ G です。トライ G のなんと、プレイが見れる。お得情報。ありがとうございます。